ね、そろそろね、今日はやちゃまるプラスイートブルプラスなんとなくでジンタさん、はい、今日もねトリプルでね行こうと思います。スペシャルなライブになると思います。はい、よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。慣れてるんで、やっぱりこの場所自体はそう、やっぱりあれですかね、みんな出歩かないから電車から降りてくる人が今日は少なめですね。昼過ぎてくると人が多分通るんですけどね、もうちょっと、まあ、徐々に出てきたけどね。そうですね、8時半ぐらい来た時はもう、まあさすがにね。じゃあ昼過ぎまでやりますこのぐらいの感じがすごい慣れてていいですね、気楽で。まったりストリートライブぐらいの気持ちでやってますけど、次も、自分の曲ですかね、オリジナルをやっていきたいと思います。
なんか喋ることありますか。いいですか、今日は。大丈夫ですか。ですね、この後はあれなんですよね、神田さんはこのステージあと2曲やりますけど、この後もまだライブがあるそうで、ちょっとスッと変えちゃいますけど、そう、なかなか忙しい中、お願いしますって無理やり呼んでしまったんですけども、そう、いや僕もね、夕方からかなと思ったら早まってるんですよね。 2時ぐらいから半田でなんかめちゃめちゃキリキリになっちゃって、しょうがないね。まあ、そういう時もあります。準備運動ってもらえれば、いやハンダの方で歌ってもらわなきゃいけないですからね。そう、あ、いやいや、もうちゃんと真剣にやります。まあ路上またね、路上は路上の良さがあるんですよ、やっぱり。こうストリート出身のミュージシャンからするとですね、すごく思い出も深い場所なので。もうどうですか、14年ここで歌ってますね。なんで、あれですね、14年分のいろいろを乗せて歌っていきたいなと思います。お疲れビアというと次はいます。今日はほんと疲れたな、冷えたビール、とりあえずつけてるテレビ、今日のニュース興味ない、興味ない、今日はねいいことあったんだ、thank you。
的にはいや早めですね、さささっと3曲やりましたけども、次で最後の曲になります。もうスピードですね。いつもはあの路上ライブをねここでやったりする時はダラーッと1時間ぐらい歌ったりとかするんですけども、今日はコンパクトにイベントなのに結局ちゃんとステージとしてやります。今後もあのジンタさんの、まあ、今日もライブがあるっていうことですけど、僕もどこだあれって10月30日でしたっけ、あレディオで10月30日ですね、うん、10月30日レディオクラブ、安城のレディオクラブというところでライブをします。詳細まだちょっとあの決まってないみたいなんで、あのコロナの影響もありますしね、決まり次第ツイッターとかで発表していきたいなと思うんですけども、他にもいろんなイベントで、ビートブルーさんともですねこうやってセッションというかセッション的なノリでライブをしたりとかいろんなところで活動していきたいなと思っているので、またお会いできたら嬉しいなと思います。そう、前回また会いましょうって言ってこんな 1ヶ月足らずでまた再会できましたけども、そう、こういう風に音楽を続けてると繋がっていくこともあるなと思うので、またお会いできたら嬉しいなと思います。最後もまた自分の曲で終わりにしたいと思います。6年前にですねアルバムを作って、そこであのインストアライブを発売記念ライブをやらせてもらったんですけど、そのアルバムの中から風の通い路という歌をやってお別れにしたいと思います。ありがとうございました。やちゃむりでした。小さな頃に描いた世界をあれからずっと探し続けている。いつも日がずっと日は昇り街は目を覚ます。みんなそれぞれ何か抱えながら走り出す。
ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございます。はい、やちゃまるさんプラス、なんかめっちゃ、ビートブループラス、ジンさん、違ったかな、ジンさん、当たり、はい、ね、すごいね、素敵でしょ、もうなんか自分の曲とかすごいよね。私も作ってほしい。あれ聞いてる？もう聞いてない。本当ね、ね、かみちゃん、うちも欲しいね。今みたいなかっこいいやつ。欲しいね。ね、欲しいね。チェンジザワールド。何？何それチェンジザワールド？どういうこと？イントロチェンジザワールドに振る。あ、そこから始まるってこと？じゃそれでお願いしますよ、千丸さん。本当。ということでね、作っていただけるように約束ができたような気がしますのでね。